寝巻きとは、就寝時に身にまとう衣服を意味する、古来日本の語。現代では当て字で寝巻きとも記すが、こちらは、寝まで身につける衣服という意味合いが強く、旧来の和装を指すイメージが強い。寝巻きに対して、洋装にも当てやすい字として用いられることが多い。新聞は、寝巻きを、統一表記としているが、文部省は、公用文の書き表し方の基準資料集で、 寝巻きとしている。なお、寝巻きは、旧来の表記である。競技では、欧米の寝巻きである、ナイトウェアと、類義講義では同義である。また、寝巻きと同義ともされるが、寝巻きを、競技の寝巻きや、競技のナイトウェアの包括後と捉える場合は、寝巻きは、寝巻きの一種である。日本人は、有志以前から近世まではもっぱら和服を、着用しており、 それらの時代のうちのほとんどで下着に当たるものを根巻きとしてきた。樹袢が登場してからはこれを根巻きとすることが多かった。また、浴衣の用途が拡大するとこれを根巻きとして利用することも多くなった。しかし、明治維新を機に西洋化が推し進められる時代が到来すると和服だけが日本人の衣服という時代は終焉を迎える。それ以降数十年をかけて、 パジャマや女性用のネグリジェなどといった欧米スタイルの就寝時専用の寝巻き、すなわち競技のナイトウェアが徐々に定着していった。和装の寝巻きから洋装の寝巻きへの移り変わりは、日本社会における、重たる衣服が和服から洋服へと変遷する経緯に沿いながら、それよりはかなり遅れて進捗し、つまり普段着にはもっぱら洋服のみを着用する人が増えても、 なお、就寝時には、和装の寝巻きが選ばれるという時代を過渡期として、和服を、普段着とする人が珍しくなった。平成時代ともなると、主に欧米風のものが、寝巻きの代表的イメージとなった。加えて、昭和時代かあるいはそれ以前から始まっていたことでは、あるが、捨ててこであれ、ジャージー、スウェット、T シャツなど、何であっても、就寝時に、それを着用するのであれば、 これをも、寝巻きと称することが多くなっている。この意味では、寝巻きとは、専用化あるいは結果的なものとして、就寝時に身につける衣服のことである。また、言葉として、日本のそれのみを指すものではなく、他文化圏のそれ、すなわち、講義の、ナイトウェア、あるいは、寝巻きを意味する。ありがとうございます。